アロハ、毎日サンダルです。ドクサンダルです。おはようございます。おはようございます。朝9時半です。はい、9時半。はい、今日はですね、知人夫婦が、はい、はい、ハワイに来てるっていうことで、まあ奥サンダルは仕事なんでこのまま仕事今から、はい、職場に送っていくんですけども、僕はそのままですね、知人夫婦を乗せて、ノースの方にサンダルツアーでしょ。はい、行きたいと思います。まあ初めてのハワイって言ってたから、まあはい、彼ら彼女らがまあどんだけ、楽しんでもらえるか。初めてのハワイなんだ。確かね、違ったかな、まあ、後で聞いておくけど、初めてでハワイを選んでくれるのはありがたいね。はい、嬉しいね。なので、はい、今からピックアップして、じゃあ行きたいと思います。はい、今はノースに来て、ドールプランテーションに来てますが、激ゴミです。今11時ですけども、激ゴミで、もう駐車場が止めれないので、一旦、二人を降ろして、僕は駐車場待ちしたいと思います。いやー、すっげー人気。まあ、どうやら、今回は案内してる二人は、まあ、過去、一度来たことがあるようなんですけども、まあ、それでも、ちゃんとしたこういう個人での旅行は初めてっていうことなので、いろいろ連れてってあげたいんですけども、いや、混みすぎドール。はい、じゃあ、ハレイワータウンに着きました。はい、ドールでね、2人はアイスクリームを買って、でノースのパタゴニアに行きたいっていうことなんで、今2人は買い物しております。いやー、しかし、いや、ノースもやっぱり人多いですね。特に日本の方がやっぱり多く見かけますね。パタゴニアの中も日本の方がいっぱいだったので、やっぱり人気ですね。さあ、今お昼11時半なので、まあ、このままパタゴニアで買い物をして、おそらくハレイワをちょっとブラッとして、まあ、いろんなプランがあるんですけども、ウミガメが見たいということなので、この後カフク方面に行って、ラニアケアビーチとか、駐車場を止めれるかどうかわかんないですけども、行ってみたいと思います。ワイキキのデックのあるクイーンカピラニホテルにあったグリーンルームさんが今ハレイワにできてますね。7月オープンしたそうで、で7月末にはちょっとクイーンカピロワニのお店も閉めちゃうそうなんで、まあ、ここだけに当分なるようですけども、広くて綺麗で、いや、これは今友達たちもかなり長居してるので、ちょっと一旦僕だけ車を回していきたいと思います。裏にね、駐車場もあるので、ここちょうどハレイワの真ん中ぐらいで駐車するのがちょうどいいんじゃないかな。はい、ではお二人様、はい、ハレイワはどうでしたか？いや、めっちゃおしゃれな街で結構欲しいものお店が凝縮してるから、キョロキョロしちゃう。ハワイ聞くとやっぱ全然、うん、雰囲気が違うからね。まあ、特にね、うん、あの女性にとってはサーフショップとかカラフルで気になっちゃうよね。やばいやばい、買っちゃいましたね。うん、木のカイルワではちょっと迷ったバッグがあったんですけど諦めてこっちにつぎ込んで、よかった。はい、満足。え、カイルワよりも、うん、どっちが良かった？あ、感じ的に。でも好きなものの好みに多分よると思うんですけど、なんか結構ネオンカラーとか、うんうん、ちょっとハワイっぽいビッチなものが好きな人は、うん、もうここはちょっと心くすぐられる、凝縮、うん、そうだね。そういうブランドばっかり集まって店出してますよね。そうだね。うん、まあ、なんかカエルワだとちょっと広い範囲に点々としてるけど、うん、ハレイワだともうあそこの固まってるんで、ね、通り沿いに、うん、行きやすい。カイルワの方がちょっとなんかお上品なワンピースとかバッグとか、そうだね、うん、そんな感じだけど、そうね、うん、手作り感がとてもあるね、うん、こっちの方がね、もっとビーチ的なサーファーが好みそうなものとか。そうだね、うん、でもやっぱり日本人の人
めっちゃいタイプ。パタゴニア、パタゴニア日本人の人しかいなかったんじゃないかっていうぐらい。9割は日本人でした ね。日本語、日本があそこだけ日本語。すごかった。びっくりしちゃった。いや、この形似合いますかね。あ、この形はそうにお似合いですね。もう全部、まあ店員さんもね、日本の方がいらっしゃったし、まあさっきグリーンルームもね、日本の方がいらっしゃったから。あ、そうですね。あそこ私ちょっと心を。グリーンルームよかった。キュンキュン。キュンキュンしちゃった。そう。そうだよね。吸い込まれていった。よかったよかった。アートな。素晴らしい。ハワイらしい。日本にはない。なかなか売ってないなみたいな。そうね。でもグリーンルームもね、日本の会社経営、横浜とかではね、多分あると思うんだけど。そう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 。まあでもすごいね、本当にね。よかったよかった。じゃあ続いては、うん、ウミガメを見に。ウミガメ見に行きます。見れるかな？ほのちゃん。ほのちゃん会えるといいね。はい、あ。待ってますよ。まだ見てないからね。ね。そう行きましょう。はい、お願いします。さあ、ラニアケアビーチに来ましたよ。カメさん見に来ました。はい。まあ、あそこの人だかりの中心に。カメが、うん、もうちょっといっぱいいても良さそうな感じだけど、残念ながら、まあでも会えました、ね、目標達成、ゼロと1大違いです。間違いない。なるほど。ストップの看板が出るんです。そう、一応3メーター以内に入っちゃいけない、近づいちゃいけないんで。ちゃんとだから亀が出てくると保護する人たちがバーって走ってきて、ここがっつってダメだよっつって。そう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 。さあ、クアロアランチでございます。はい、ちょっとね、曇り気味ですけど、お天気がね。まあでも涼しくてね、そう、過ごしやすい。汗はかきません。日本じゃ考えられません。ちょっとのんびりで、今もう3時か、うん、はい、ご飯も食べずにここまで来ちゃったんで、はい、ちょっとご飯をとトイレ休憩、うん、行きましょう。久々に来たら撮影スポットの恐竜の首の場所が変わってますね。前ここにドンってあったけども、もっと中の方に映ってます。種類も増えた。あ、痛い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 、気をつけて。さあ、ワイヤホレポイファクトリーに来ましたよ。まさかのクアロアランチのご飯食べるところが3時で閉まって、食いっぱぐれてしまったので、とりあえずここで、まあ夜ディナーもねありますんで、軽くサクッと食べていきましょうかね。むしろランチ。お、1種類しかないのか。カナカヌイ1種類しかないのか。さあ、ワイヤホレファクトリー、この間ね来た時はね、1時ぐらいに来たらもう大行列で買えなかったから、俺の定番プレート。よかった、むしろよかったですね。ね、さあ、24ドルのプレート、うん、よいしょ。わあ、いい。ザラウラウカルーアポーク、チキンロングライスかな。あとロミロミポイハウピア
で、サイドでライスを頼んでます。はい。やーん。さあさあさあ。いただきましょうか。いただきましょう。はい。3人で1個でもう十分かもしれないね。十分。だってカルーアポークとラウラウ、もう肉肉。うん。うん、美味しいよ。美味しい。でも、これぐらいの方が食べれるかもしれない。前の、うん。あの、硬くて味の濃いのが、あがなともう、なんていうんですかね。でも結構シンプルな味わいですよね。うん、はい。お肉が柔らかいから、もう硬さよりも顎がもう、ね、また一緒や。また一緒やってなってくるんですよ、うん。アメリカの洗礼みたいな。ちょっとポイ、ポイ食べてみて。ポイ食べてみよう。うん狙われてる。どう？芋や。あ、芋ってかヨーグルトではない。味がね。なんかね。でも離乳食ってわかんない。そう、全然大丈夫です。あ、本当ですか？うん、薄味も。僕ヨーグルトあれなんですよ。なんもない。もう本当に。プレーン。が大丈夫な派で、うん、大丈夫な派でもそんな発酵発酵した味ではない全然え、うん、大阪でもねいやでもここのは比較的その美味しい美味しいですね部類に入ると思うから、はい、全然毎日でも大丈夫です結構ねやっぱりフレッシュだと食べやすいとか、うんうん、ああなるほど、うん、あ全然食べれる、うん、食べれるっていうか癖が少ない、うん、癖がすごいどっちかっていうとなんかお餅に近い感じそうそうそうなんかちょっとゆるいお餅みたいな感じだねお砂糖が入ってないめっちゃ薄味のウイローの柔らかいあウイロー感あるあウイロー感ありますねで結構ねこれなんか醤油のポケとかに合わせて食べたり、うんしたりするねこれ美味しいよねこれ美味しい結局ビーフで頼んだけどビーフだったのかなクイットルアウかビーフ。あ、でもビーフ、ビーフ。ビーフです。これね、これ何？それを、なるほど。それね、チキンロングライスって、まあ春雨っすね。美味しい。春雨サラダ。美味しい。サラダ？まあサラダみたいな。これは美味しい。あ、めっちゃ近いんだけど。食べに来た？食べたいん？でもあかんねんてもうでももう、うん、絶対もうここで餌付けされちゃってるよね食べに来てるよな夕方の5時でございます5時でございます朝10時前に出発して約5時え何時間11、12、1、2、3、4、7時間すごい半周してまいりましたよココヘッドとハワイ海あ、大丈夫、大丈夫。花馬ベイのあって、ダイヤモンドヘッド。裏から見る。ダイヤモンドヘッドね。サンセットをねアラモアナでちょっとだけ見てそして仕事終わりの奥サンダル疲れた合流してご飯は久々になんかこの時間のカカアコっていうかワードかメリマンズに来るあれ入り口が変わってるさあ行きましょうホールフーズミューホールフーズビール。確かにこれ飲んだ後これなら、苦味がしっかりね。クラフトビアで。あ、ごめんなさい。もう一回乾杯。イエーイ。お疲れ様。確かに一口目の量が結構。